安田さん、 DJ 社長ってずいぶん前から知ってるんですけども、なんか人気だそうじゃないですか。私ね、チャンネル登録してなかったんですけども、今回レベゼン地球さんのね、レベゼンフォックスさん480時間ライブがなんかやってるのを知ってチャンネル登録しましたね。で見てみると、なんかすごい数の曲を出したらしいですね。それでね、なんかいろいろと話聞いてみると、やっぱすごいことをたくさんしてきてるなと思いますし、そのいわゆるハゲのこともね、いやあれが生放送中にできるからこそ、輝いてるんだろうなと思いますよね。まさに精神も輝いてるし、頭も輝いてるのかなと。皆さん、ほとんどの人が隠そうとするようなことを出そうとするとか、しかもすごくタイミングがいいんですよね。それでいて好感度上がるわけなんですよ。じゃあ、ああいったことをね、やっぱこうプライドを捨てることのプライドっていうかね、どういうふうにそのプライドに転がされずに転がしていくかってことなんですよね、きっと。やっぱこう DJ 社長自身もちょっと妙なパフォーマンスが多いわけなんですよ。いわゆる常識からね、トンと外れたことをやってるわけなんですよね。まあ、だからこそすごく興味を持っていただけるのかなと。やっぱ普通の人が普通のことやっててもあんまり興味持たれないんで、普通の人だからこそちょっとね、びっくりするようなことをやることになんか憧れとかね、注目が集まるんだろうなと思いますよね。いや、すごいですね、やっぱりね。でも240時間ライブですか。で YouTube 引退とかでしょ。なんでやと思いますよね。これもすごいですよね。Facebook 全盛期に Facebook をやめますみたいなね、吉根さんみたいな、あれもすげえなと思いましたけども。で私の場合は当時 Facebook 依存だったんで、 Facebook で募集して Facebook で YouTube のこの URL を拡散してみたいなことをやってましたけどね。今はもう完全に Facebook も使わずに YouTube だけに特化してますけども。まあ、だからね、プラットフォームもこうやって変わっていくんだなと思いますね。 Facebook が出てきた時はこれ以上ない SNS だなと思ったんですけども、まあやっぱり YouTube の方が Facebook より強いのかな。まあ本当に世の中が移り変わりますけども、人は稼ぎ続けないといけないと。その中でもまあなんかハゲは治るらしいですけどね、なんか治療法あるらしいですよ。麻生先生とかにお願いすればいいんじゃないですか、有名な YouTuber の麻生先生に。でも麻生先生自身が髪の毛ないですからね、すごいですよね。だから自分は髪の毛なくても髪の毛がない人の悩みが解決できるというね、このパラドックス、まあ、それが世の常でしょうか。じゃあいってらっしゃい。